はい、6月19日日曜日、新聞コラムの音読を行います。朝のひととき、高校のグラウンドに面した散歩道を歩くようになって久しい。先日は7時過ぎの空に乾いた打球音や甲高い声が響くのを聞いた。野球部の紅白戦らしい。揃いのユニフォームを着た選手らがそれぞれの持ち場でキビキビとプレーしていた。短夜は明けやすいよう慈しむ夏の清だが惜しむ明けやすいよう惜しむ夏の季語だが、球児たちは空に日のある時間を惜しむのだろう。弧を描く白球や黒い土に引かれた白線は起き抜けの目にまぶしく、ナイスピッチやドンマイの掛け声は心の清涼剤になる。許されるなら夏の季語に加えたい言葉たちである。短かもようくはよう美しいと言って惜しみつつ、やがて眠りゆくばかりなる。斎藤文。歳時記の一種も今は昔、現代の短や短いよは季語を変える必要があるかもしれない。スマートフォンなどの機器が子どもの目を吸い寄せ、夜を奪っている。ベネッセ教育総合研究所などの調査によると、寝る前にスマホやパソコンを見る児童生徒ほど疲れやすい。昼間に眠くなると答える割合が高かった。動画、ゲーム、SNS、夜を惜しむというより時間を忘れているらしい。生活習慣に深く根を下ろす問題だけに、一朝一夕では片付かない。同じ調査では、テストの成績が良い子供ほど寝る前にスマホなどの画面を見ないとの結果も出た。夜を惜しむべからず、まず寝るべし。生活に規則正しく句読点を打てる人をどう育てていくか、大人の問題でもある。世辞に夜ごとに通じた子供たちに早起きの効能を説いたとしても、円安の時代に三文の徳を積むなんてと身も蓋もないことを言われそうで怖い。いきなりナイスピッチ、ドンマイは求めまい。空気を胸いっぱいに吸い込むだけでも心に効くはずなのだが。令和4年6月19日日曜日、三経妙の音読を終わります。今日の表題は次のように決めました。早朝の太陽を浴びよう。SNS、 動画、ゲーム、そうですね、寝る前にそういうのを見ると、ね、眠れなくなる。私もそうです。改めなければならないと思います。寝る前の1時間、せめて30分前にはそういうのを閉じてゆっくり寝たいと思います。本日は以上です。